当に立派なこの会を催していただきましたこと、心から感謝を申し上げます。今年は天皇陛下御在位30年、この奉祝の誠をもって皆様方のお力をいただきます。大変力強い、一人一人の力は小さいですけれども、1万人を超す方々の応援をいただいて、大きな力になります。また、元気を多くの方々に皆様が分けていただきます。この力を持って、身の回りを迎えて、また新しい日本を作り直す、ということになろうかと存じます。天皇陛下も何十年にわたる、をいただいても私たち現在あるわけでございます。見えないところ、見えるところ、いろいろございますけれども、この感謝の誠を捧げるということから始まるわけでございます。また4月10日には両陛下のご体婚60年という大変おでかいご登壇がございます。それを終わると日本の愛と言ってもらうの人たちを迎えるわけでございますけれども、日本が変わるということは、皆様お一人お一人も変わらなければなりません。これは日本の出発にあたってですね、自分たちを見直す機会でもあろうかと思います。自分のいいところ、また悪いところ、また楽しみのところ、いろいろ見ていただいて、ご自分を見直して、また再出発をすると。という心持ちを持っていただくならば、必ずやきちんとした道が開けて、歩みもきちんとした歩みができるだろうと確信をいたしております。皆様方のお一人お一人の心がこれだけの素晴らしい、素晴らしい心境を醸したということにつながっております。誠意は必ず伝わるものでございます。どうか皆様方にございましては、健康にリードされて、ますますご留守を育てのことを心からご記念申し上げますところでございますけれども、この暮らし物で終わるわけではございません。どうかお家に帰ったり、親子で話したり、日本の国が日本の心で文化、伝統を分からないことが多くあろうかと思います。それでも話すうちに叱られる、話すうちにまた理解をするということで、一人一人が自分たちの国柄をきちんと理解をして判断ができることを、それでも多く生んでいただきたいなと思っております。一つそれはよりもお願いをしたいことでございます。もう一つは、今日この申し物をして、この政治皆様の経済、また賛同、相当ご配慮いただいてのお申し物でございます。大変多くのご配慮いただいてのお申し物をできましたこと、ぜひ政治皆様に心から感謝を申し上げることでございますし、また警察、相当、団体のたくさんのご協力があって、無事で今日、今を迎えられましたこと、心から感謝を申し上げたいと思います。皆様の安さと、また日本国の安さと心からになって、失礼いたします。皆様、ありがとうございました。次に、政治と万歳を行います。ご発声を森田知事様にお願いいたします。本旗2679年、平成31年、天皇陛下お即位30年を奉祝し、この建国記念の日をお祝い申し上げ、天皇皇后両陛下の大御命の安さかと、日本国のますますの繁栄をお祈り申し上げまして、
謹んで定時の万歳を三種をしたいと存じます。皆様ご唱和お願い申し上げます。天皇陛下万歳万歳万歳ご参加いただきありがとうございました。
それでは、